はい、1年です。今回はですね、浜比嘉ビーチを紹介したいと思います。まあ、その名の通りね、浜比嘉島にあるビーチなんですけれども、このチャンネルの他の動画でね、浜比嘉島のもう一つのビーチ、ムルク浜ビーチっていうのを紹介したと思うんですけど、あそこは天然のビーチで、今回紹介するのは人工のビーチになりますね。はい、じゃあ今回ね、紹介していくんですけど、おすすめのポイントっていうのが2つあって、まず1つ目っていうのが夕日です。サンセットですね。ここで見るサンセットで綺麗だよっていうのと、あと2つ目っていうのが、まあ、このビーチで単体で遊ぶわけじゃなくて、浜比嘉島全体でねセットで遊んだ方がおすすめだよっていうのをね、紹介していきたいなと思います。はい、まあ、まずね、1つ目の夕日サンセットなんですけれども、まあ、ここのね、西の方にここにね面して落ちていくんですね。で、浜比嘉島の中でこう綺麗に見えるところっていうスポットはここなので、ぜひねここはもうサンセット見に行くっていう形で行った方がいいなと思ってます。で、まあ他のところではね、いろいろね、透明度もちょっと高いとかね、すごい書かれていて、まあ、ここのビーチで遊んだ方がいいよっていうのはあるんですけれども、実際僕的にはね、反対側のムルク浜ビーチの方で海水浴とか、あとはまあマリンアクティビティっていうのは楽しんだ方がいいなと思ってます。で、ここから5分から10分ぐらいではね、もう着くような、もう本当車でね着くような、もうすごい近いところにあるんですよ、ムルク浜ビーチもね。だからどちらかというと、ムルク浜ビーチでそういうマリンアクティビティとか海水浴楽しんで、ここはね夕方にのんびりサンセットを見ながら、すごい、まあ、綺麗なのでね、そこで見て楽しむっていう方が僕はおすすめできるなと思ってね、サンセットの方をおすすめしてます。はい、実際ドライブコースにもなってて、うちの人たちでね、ドライブ行くときに結構ね、ここにね、夕方から夜にかけてね行く人たち結構いるので、ぜひねそこは、まあ、夕日ぜひここでは見ていただきたいなと思いますね。はい、で次にね、セットで楽しみましょうねっていうのがあったんですけど、まあ、さっきもねちょっと話したんですけれども、すごい綺麗です。もちろんデージ綺麗だし、ここはね、まあ、島の中でも島の海なのでね、確かに綺麗なんですけれども、ここはね、マリンアクティビティもそこまで充実もしていないし、透明度自体もね、まあ、もちろん両方行ったので分かるんですけど、ムルク浜ビーチの方が僕は高いと思うんですよ、透明度も。で、自然のね形が残っている、すごい美しいムルク浜ビーチが反対側にありますからね、そこで結構遊んでもらった方が海としてはいいのかなと思うんですけど、ここはサンセットで見てもらって遊ぶとかという形でセットでね考えてもらうとすごいいいのかなと思います。で、もう一つは、あとこのね、浜比嘉島っていうのはいろんなねパワースポットだったりとか、あと集落のところっていうのも、まあ数字川とかねよく言われますけれども、うちのね赤瓦のお家がある中です、脇道を通ったらね、すごい大きなを感じられるような場所になってるので、そこも含めても、まあそんなに島全体でも一周するのにね1時間2時間かかるわけじゃないので、これ全部セットでね楽しんだ方がいいよっていうのが僕のおすすめです。はい、なので、まあこの2つですね、踏まえてちょっと施設のね方もね紹介していきたいんですけど、なんでねここでねセットにした方がいいかっていうのもちょっとねお伝えできるので、まあこのね人工のビーチって言われてるの、多分ね皆さんがイメージしてる人工のビーチとか、あとこのチャンネルのね他ので紹介してるっていうのは、もう施設がちゃんとあって、で売店があって、でシャワーとかロッカーとか完備されてて、で防護ネットが張られてて関心がいるみたいな形になってると思うんですよ。なんですけど、ここの人工のビーチってただ、まあ作ったよっていう人工のビーチになってるだけで、多分ねここはね干潮時も入れないっていうぐらい、多分波が高かったりとか風が強かったりして、ちょっとね影響があると思うので、防犯このテトラポットを作ったりとかしたっていうような人工のビーチなんですね。なのでここ施設を管理している管理棟とかそういったのないんですよ、全く。だから今ここでねあるのっていうのは本当に駐車場とトイレと、まあ、足洗い場ぐらいしかないんですね。入ってきたところがありましてね、動画でそこの裏手の方に駐車場があるんですけど、そこに70台ぐらい止めれる、50台から70台ぐらい止めれるね駐車場があって、そこにトイレがあるだけ。あとはもう入ってきたら何も別に誰か管理してるわけじゃないっていう人工のビーチなんですね。なのでほとんど天然のビーチと変わらないんですよ。だから人工のビーチだからって言って、よくね、まあ、みんな安心安全でね、ちゃんと防護ネットも張られていて、で入ってもねクラゲに刺されないよってことで、家族連れとか小さいお子さんがいる人たちっていうのは来ると思うんですけど、人工のビーチがね、ここはそういったの一切ないので、それ泳いでもうクラゲに刺されてしまう可能性もあるっていうのはあります。うん、であとバーベキューとかに関してもできるんですよ、ここ全然使っても大丈夫よみたいな形になってるんですけど、実際は機材の貸し出しとか、あとまあお肉をね提供してくれるとかっていうのないので、うん、他のねところっていうのはムルク浜ビーチとかも売店があったりとか、結構レンタルしたりとかってあると思うんですけど、そういったのもないというような形になってます。
まあ実際ね、天然のビーチでもね、管理してるところってちょっとあったりとかして、バーベキューのね機材とか貸し出してるよっていうところもあるので、そういう意味ではここ人工とはいえね、本当に誰も管理してないような形になってるんですね。なのでまあどちらか、じゃあそれだったらね、ムルク浜ビーチの方が透明度も高かったり、自然の形が残っているビーチになるので、そこで泳いだ方がいいんじゃないかなっていうのが僕の、まあ、意見です。ただとはいえ、まあやっぱ綺麗ですし、透明度ももちろんここもね、普通のね、南部とか中部のね、人工のビーチよりは全然透明度高いし、綺麗なので、で、サンセットが落ちていくっていうのはムルカハマビーチにないので、ぜひここではね、サンセットだったりを楽しんでほしいなと思ってます。はい。で、こんくらいね、広い、ムルカハマビーチもね、まあ広いとは言われてますけども、それよりもね、全然広くて長いビーチをね、ゆっくり歩きながらサンセットを見ながら歩くっていうのはね、すぐまあここでしかできない、浜比嘉ビーチでしかできない体験だと思うので、ぜひここでやってほしいなと思います。はい。で、まあ、他のところでも多分口コミとかね、浜比嘉ビーチで見たりとかすると、マリンアクティビティできないって書かれてると思うんですよ。まあ、さっきもねあったんですけど、施設管理者がいないので、そりゃそうですよね、貸し出しとかできないんで、やられてないっていう風になってるんですけど、実はね、今見えている左側のところにホテルがあります。413ホテルっていうのがあって、そこからマリンアクティビティ、まあ提携してるのかどうかちょっとあれなんですけども、そこからねマリンアクティビティができるようになってます。うん、もうちょっと見えてましたよね、マリンアクティビティしてる人たち。そういう、そう、なんでできてるのって言ったら、まあ持ち込んでる可能性も確かにあるんですけれども、隣のねホテルでね、ちゃんと多少ちょっとですけれどもできるようになってますんで、ここの浜比嘉ビーチ側、ここの海でねマリンアクティビティやりたいよっていう方はね、ぜひね隣のホテルに行ってもらいたいなと思います。はい。ただ実際、まあマリンアクティビティではね、ムルク浜ビーチの方が僕も充実してるとは思います。ホテル浜比嘉リゾートっていうところが提携してるところが、まあ管理してたりとかするので、っていう、マリンアクティビティ充実してるっていうのが一つと、もう一個はあそこのね、まああそこの動画でも、もう僕お伝えしてるんですけど、おすすめは浜比嘉の一周ですよね。うん、浜比嘉一周周遊コースっていうのはプランとしてあって、これはやっぱりね、島一周できるっていうのはすごい体験だし、これで綺麗なね海に囲まれてるっていうのをね、一周できるっていうのはすごいいいので、これもやっぱやった方がいいってなると、マリンアクティビティだったりとかに関してもやっぱね、ムルカハマビーチの方がいいと思います。うん、だからここはもうこれだけ、まあ波の音が静かでね、で歩きながら楽しめるっていうところが一番のポイントになってますから、サンセット見ながら歩くというような形が一番いいかなと思いますね。でもう一つね、ここの裏手っていうのは、まあ今見えてるね、この通ってきたところの後ろ側、まあ道路側ですよね。そこっていうのは、まあ木がねいっぱい生えてると思うんですけども、ここはまあ暴風対策とかになっているようなところで、その裏手にね民家があるんですけども、ここをね探索したりとか、歩いたり車でドライブしたりとか、まあそういうドライブコースにもうちの家の中でなっているので、ぜひね後ろの方、集落の方ですね、まあもちろん迷惑かからないようですけれども、いろいろ回ってみたりとか、ちょっと歩いたりとか、あともずく漁がねこの島もそうですけども有名なので、ちょっと漁港に行ったりとかするっていう形で、浜比嘉島とセットでね楽しんでいただければなと思いますね。まあ、今も見えてますけれども、2つに分かれてるようなね形で砂浜がありますし、ここでただまあ防護ネットないですけれども、クラゲね注意してもらいながら、まあ足つけながらね歩くとかっていうのは全然できますから、それはゆっくりね歩きながらねサンセット見るっていうのはね、すごい、まあやっぱりもうサンセットビーチとかも綺麗とは言われますけども、島でのサンセットっていうのは全然ねまた違った雰囲気出ますから、ぜひ、ね、おすすめしたいなと思ってます。はい。まあ今回ね以上になります。まあおすすめはねサンセットと、あとまあ浜比嘉島全部ねプラスでねセットで楽しんでねということでしたね。まあ浜比嘉島はねもっとパワースポットいっぱいありますから、知る道や奄美中っていうところがあったりとか、あとまあ先ほどあったね集落の、まあ中のね集落ってまだ未だにね赤瓦とかが残ってて、数字がね中道ね通っていって、脇道を通っていきながらっていうのはすごい大きな感じられたりとかするので、それ見ながらパワースポットの知る道や奄美中見て、ムルク浜ビーチでもマリンアクティビティしてサンセットここで見てというような形で一日全部遊べるような形になってますんで、ぜひ楽しんでほしいなと思います。はい。まあね、今回以上になります。まあこのチャンネルではね、他の動画でもそうなんですけども、基本的にはねワンカットで映すようにしてます。うん、やっぱりイメージとのギャップがあったりとかするっていうのが僕もよくあったので、わざとねそういった作りにしてます。まあおしゃれなのができないっていうのも一つあるんですけど、まあ一応ねそういった形になってるので、ぜひね、まあこの動画のまあ内容だった雰囲気だったりとか、あと内容ね参考にしていただいて、ぜひね浜比嘉島の遊びに来ていただいて楽しんでもらえればなと思います。はい。沖縄のね旅の一つ楽しくできるようなね助けになればなと思ってますので、ぜひね他の動画も見てみてくださいね。はい。じゃあ次の動画でまたお会いしましょう。